ローベルト・ムージルは、オーストリアの小説家、劇作家、エッセイスト。長編小説、特性のない男は、世界的に高い評価を受けており、しばしば、ジェームズ・ジョイスの、ユリシーズや、マルセル・プルーストの、失われた時を求めてと並び、20世紀前半の文学を代表する作品とみなされている。小説については仮作であったが、多数のエッセイを発表し、 特に1910年代から30年代にかけては、積極的にジャーナリズムに関与した。もともと、チェコから移住した家系のため、ムシル、ムジール等様々に発音され、日本の日本語訳や研究でもいくつかの異なった表記が行われているが、近年はむねドイツ語読みのムジルで定着していると言ってよい。父アルフレートは1846年に、 ハンガリー・バナート地方のテメシュバルに生まれ、後に、グラーツに移住した。母ヘルミーネ・ベルガワー・アーミン・バーワーはオーバー、エースター・ライヒ州出身である。アルフレートは、エンジニア、専門学校の校長を経た後、1890年から、ブリュン工科大学機械工学の教授、1917年には、世襲貴族の称号を与えられる。ヘルミーネの祖父も、 有名なエンジニアである。1900年1880年11月6日、クラーゲンフルトに生まれる。幼少期をコモタウ、シュタイアーで過ごす。シュタイアーにはギムナジウムがなかったため、ムージルは成績優秀にもかかわらず、実家学校に通った。一家は1891年にブリュンへ転居するが、そこでもやはり実家学校に通う。 ムージルにとって読むことと書くことは、幼少の頃から特別に際立った体験であり、ドイツ語の作文では、その長大さと巧みに盛り込まれた見解、法令な描写が教師を驚かせたが、自身では、綱当たりのような興奮状態のうちに書かれた文章も読み返す段になると、結局彼は転落するのだったと、日記で回想している。 ブリュンで出会った2歳年上のユージングストゥルドーナトから性に関する知識を得るなど、早熟な少年だったムージルは、両親、特に母親との衝突とナポレオン的なものへの憧れから、アイゼンシュタットの陸軍諸島実家学校へ進み、メイリッシュバイスキルヒエンの陸軍上級実家学校に学んだ。やがて機械工学の道に転じて、ブリュン工科大学に入学。 その後再び哲学に転じると、ベルリン大学でエルンストマッハ研究により博士号を取得する。しかし、結局、諸女作、士官候補生テルレスの惑いで踏み出していた、作家としての道を選ぶ。1905年には、特性のない男の草案を日記に書いている。その後短編集、合一、三人の女、生前の遺構集などを発表。 客観的で凍徹した認識を保ちながら、理性や言語を超えた神秘的とも言える世界を追求する。1919年、特性のない男の仕事に本格的に取り組み始める。ムージルの名を世界的なものにしたのは、唯一の長編にして、未完の大作、特性のない男である。第一次世界大戦直前のウィーンを舞台にした、この小説は、1930年に、 1> 第1巻がローボルト社から5000部出版された。ムージルは1931年に再びベルリンに移るものの、1933年、ナチスの政権ダッシュ後はビィーンに戻り、1938年にはスイスに亡命。この時彼の書物は発禁処分を受ける。最後はジュネーブでこの対策の完成に心血を注ぐが、 1942年シャワー室の中で脳卒中のため休止した。生前のムージルは決して無名の作家というわけではなかったが小説家として過作なこと、その作品が必ずしも大衆的ではないこと、そしてナチスによって主張が禁書目録に載せられたなどの理由によって一時は忘れられた作家となった。しかし1949年10月、 ロンドンタイムズリテラリーサプリメントに掲載されたムージルについての紹介記事の一文を講師としてアードルフ・フリゼ編集の三巻本ムージル全集の観光をはじめ世界各国での研究翻訳が盛んに行われるようになった。没後の評価としては以下のようなものがある。ムージルにとっての認識とは対立し合う二極の両立し得ないことの自覚なのです。一方は彼が 正確さとか、数学とか、純粋精神とか、時には、軍人気質とさえ呼ぶものであり、もう一方は、魂とか、非合理性とか、あるいは人間性、またあるいは混沌とか呼んでいるものです。彼が知っていること、あるいは考えていることの全てを、彼は百科全書的な書物の中に詰め込み、これに小説の形を維持させようと試みるのですが、 その構成は絶えず変化して彼の手の中で崩れていくために彼はその小説をただ完結させられないというだけではなくその膨大な材料の山をはっきりとした輪郭の中に収められるような全体の様相がどのようなものとなるべきかを決定することさえもできないままでいるのです。ムージルは決して巻き込まれるということなしに体系と位相の多様性の中で常に一切を 理解しているという印象を与えるのですが、このような特徴も書き留めておかなければなりません。すなわち結論することの不可能さです。イタロ・カルビーのアメリカ講義、ありがとうございます。